じゃ検証。剣士、正しきを貫きなさい。カンパセ本体を発満払い。武田は西助さんの上様本体に続き八幡原を追いやろうとしている。神殿は必ず本陣に海津城から八幡原へ移す。その前に八幡原へ本体を移し裏をかくと。西助さんは少数の神が迷惑向かいの武田別動隊の戦法を出す。なるほど、先に仕掛けることで父上は山から動かぬと思わせるんですね。この武田の援軍放っておけば父上が本陣にいないことを悟られる。その鉄道隊の先手が打たれる。謙信は西助さんの守りを固めているようじゃな。神狩りは西助さんを守備、本体は八幡原の指示へ。蹴取られてはならない。忍びの口を封じるんだ。決心後武田軍が善光寺へ迫っているとの報が。呼吸は兵を殲滅、剣手せよ。露見せずに済みましたね。迅速な命令でしたよ。かわいい羽根くん。ありがとうございます。そろそろ引き続きが変身後を続く。念のため西助さんの様子偵察しときましょう。速やかに撃つべし。策を隠し通すため左近が偵察隊を倒すのですね。武人整え、八幡原西陣は
影虎に任せる。俺に？はい、必ずや守り抜いてみせます。会いに来たぞ宿敵。霧に乗じて本体を動かすとはたまげたよ剣心。いいでしょう。全軍に次ぐ悪欲の陣にて上杉軍を迎え撃て。車がかりにて悪欲を。父上と信玄の位置なんてすごいんだ。龍と相打つ。さて、体勢を立て直そうかね。真田幸村剣承知残我が槍にて親方様に勝利を捧げる。今度はこっちの番だよ剣心。幸村は本体を狙っている。止めねば。海津城の守り隙がない。宿敵籠城策見事なれど城西側にほころびある。迅速に中央砦を落とし海津城の裏を突く。かかっている。